バーニー・ジョフリオン。バーニー・ジョフリオンは、カナダ、ケベック州モントリオール生まれのプロアイスホッケー選手、コーチである。NHL では16シーズンのキャリアを持ち、モントリオール・カナディアンズ、ニューヨーク・レンジャースで、ウィングとして活躍した。1972年には、ホッケーの伝道入りを果たしている。愛称はブーンブーンであるが、その由来については口述する。ジョフリオンは、 14歳からカナディアンズのマイナーチームに所属し、1951年2月14日からメジャーチームの一員となった。NHL 初シーズンで18試合しか出場経験がなかったため翌シーズンにも新人王の受賞資格を保有していた。そして翌シーズン、殿下の宝刀ともいえるスラップショットを駆使し30ゴール、24アシストを上げ同賞を獲得した。 1961年には NHL 市場でチームメイトであったロケットリシャールに次いで二人目となる1シーズン50ゴールを挙げた。モントリオールカナディアンズではスーパースターで左ウィングのリシャール、センターのジャンベリボーと同じラインで右ウィングを務めチームを6度のスタンレーカップ優勝に導いた。16シーズンの現役生活で883試合に 出場し393ゴール、429、アシストを上げるとともに、689分のペナルティミニッツの記録を残した。ジョフリオンの現役当時は、乱戦模様の試合が数多く見られた時代で、その証として彼も、尾骨骨折6度、全身の縫い跡400針を追ったと言われる。1958年には、練習中の事故で大怪我を負い、 緊急手術で命が助かるといった経験もしている。その怪我をしたシーズンには、医者の出場見合わせの勧めにもかかわらず、6週間後にリンクに戻りスタンレーカップの決勝戦に出場している。ジョフリオンに対する選手としての評価は、同時代にチームメイトのモーリス・リシャール、ライバルのデトロイト・レッド・ウィングスに、ゴーリハウ、アンディ・バス・ゲートらの抜群の選手の影に隠れがちで、あって、 リーグ全体に名の通るスーパースターの地位を確立するところまではいかなかったと言われる。事実、1955年にはリシャールを1ポイント差でかわして得点王に輝いているが、それでも NHL オールスター戦の第2チームにしか選抜されなかった。このことから内心は不満を抱いてホッケーを止めようとまで考えたが、リシャールや ベリボーラの説得で踏みとどまったこともあると言われる。1964年に一度現役を引退したが、2シーズン後の1966年6月9日に、ニューヨークレンジャースにおいて、現役復帰を果たした。1968年には、完全に現役を引退し、レンジャースのコーチに就任するが、プレッシャーに耐えられないほど繊細な神経であったためか、異通を起因として、 一シーズン経過することなく退任する。1972年になると、ジョフリオンはアトランタフレームスの初代コーチに就任し、二シーズン半その任にあった。この間、1974年には同チームを初のプレーオフ進出に導いている。1979年には、祝願であり彼が愛してやまなかったカナリアンズのコーチに就任する。しかし、またも、 いつーなどにより、シーズン半ばで交番を余儀なくされ、アトランタの自宅に戻った。他方、1970年代から1980年代にかけて、ジョフリオンは、ミラーライトという銘柄のビールのテレビコマーシャルに登場した。このコマーシャルでは、引退した運動選手として、他に、ヤンキースのビリー・マーチンやボーブ・ユーカーが登場している。ジョフリオンは、 強烈なフランス語なまりと早朝に聞こえる声、ユーモアのセンスと陽気な人柄で広告界の長寿でもあった。スラップショットとはアイスホッケーにおけるシュートの打ち方の一つで、例えるならばゴルフスイングのようにスティックを大きく振りかぶってからパックを激しく打撃する方法であるが、このシュート方法はジョフリオンがモントリオールカナディアンズのマイナー選手であった時代に、 発明したと言われている。ジョフリオンの相性ブーンブームは加速されたパックがボードに当たった時の反響音に由来している。現代のアイスホッケーにおいては特にゴールを遠くから狙う方法として極めて一般的な技術であるスラップショットであるが初めてジョフリオンのそれを見たリーグ関係者は驚きを隠せなかったと伝えられている。 例えば、トロントメープルリーフスのコーチであったハップデーは、自身が1930年代に共にプレーした強力なシューター、チャーリー・コナハーのことを回想しながら、コナハーのショット以上に強烈だった。スティックを振りかぶったところまでは見えたが、パックがゴールに入るところは全然見えなかった。といった胸のコメントを残している。息子の男女フリオンは、 1978から1979シーズンはワノケベックのルディクス。1979から1980シーズンは父がコーチを務めるカナディアンズ。1980から1981シーズンはウィニペグジェッツに所属したプロアイスホッケー選手である。1983から1984 シーズンは日本アイスホッケーリーグの雪印でもプレーした。また、孫のブレイクジョフリオンはウィスコンシン大学に入学し、アイスホッケーをプレーしている。ありがとうございます。